まあこれすごいお買い得ですよね。140万やったら欲しいわ。走行距離は結構いってます。あ、走行距離、あ、うまい、9万キロ超えてる。では S モード試してみましょう。はい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 、はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちらホンダジェイド2015年モデルのご紹介です。実はこちらあのね、視聴者さんからレビューということで、外車の方早速見ていきましょう。ホンダジェイドハイブリッド、グレードは X になりますね。こちらのモデルは、2015年モデルの、6人乗りということで、もうね、年数は経ってるんですけども、そんなに見ないですよね、走ってるの。いや、ジェイドはね、オデッセイと、ストリームの、ちょうど合いの子という感じの、スタイリングになりますね。前高がね、1530mm ということで、立体駐車場にもね入るサイズになってますね。後ろから見たらこんな感じです。いや、なかなかね、スタイリッシュなステーションワゴンですよね。いや、本当にね、ジェイドってね、私かっこいいと思うんですよ。結構ね、このお尻のこのライン、この辺がね、丸みを帯びて、結構スタイリッシュなんですよね。で、ジェイドといえばね、このリアのこの上の部分、ここはね、サンルーフっぽくなってるんですよね。ガラス張りの屋根になってます。後で撮ってみましょうね。ではね、内装の方を見てみましょう。はい、ではお邪魔しますと。お、内装の方はね、こんな感じです。いや、ジェイド広いわ。ちょっとね、暑いんでエンジンかけさせてもらいます。お、メーター見やすい。ナビがね、これ大きいナビがついてますね。こんな感じでタッチパネルになってます。操作系もね、この辺がボタンで、すごいね、あのスイッチ類は触りやすいですね。で、ドリンクホルダーに、みかんということでね、これみかん、これ2つ今日は用意していただいてます。ありがとうございます。で、まあホンダセンシングということで、前の車をね追尾する ACC とか、いろいろねありますね。こちらね、レーンウォッチ機能ということで、ここにボタンがあります。で、S モードと、ジェイドはね、スポーツモードもついてますね。スポーツモードを押しても色目は変わりませんね。ここにね、小さく S と出ます。シートはね、コンビシートということで、布張りとレザー、このねレザー結構いいレザーになってますね。さすが上位グレード。ではちょっと後部座席お邪魔します。あ、どうも、お邪魔します。後部座席いいわ、この車。後ろに乗ったら最高かもしれないですね。これキャプテンシートって言ってね、独立型シートになってますね。このシートね、変わった動きするんですよね。おお、あ、結構バネが強いね。シートはね、なんか斜めにね、スライドする機構になってますね。今こっちの席だけ前に出してます。はい、こんな感じで、スライドしますね。変わった機構です。足も組める。で、これね、ちゃんとね、クーラーがね、後ろの座席にも来るようになっております。今いいそよ風来てるわ。で、後部座席ね、上に、ガラスが、天井にガラスがあって、すごい開放感を感じますね。いいね。では試乗の方行ってみようと思います。今日も安全運転で行ってみようと思います。後方確認よし。すいません。ジェイドいいわ。ジェイド、あれ、こんなになんか全然違う。これ IDCD ですよね。 1.5 リッタープラスモーターでフィットと同じはずやけど、なんか IMMD に乗ってるみたいな感じ。まあ、ただ今ちょっと低速で19キロで走っております。EV 走行ということで、まあ20キロぐらいで、まあエンジンがかかるという感じですね。
で結局あれですよね、本田さんがね、ありがとうございます、本田ビーキーどうもありがとうございます。いや、あの今日ね、あの最初ね、あのちょっと、はい、あの視聴者レビューお願いできますかというメールが来た時に、はい、あの車が違うかったんですよね。突然ちょっと変更になります、ね、あのトヨタのね、あのハイブリッドの PHV からこのホンダジェイドをハイブリッドに変えると、はいはい、そのなんか動機って動機です、ね、はい、なぜこちらに、あ、室内がちょっと狭かったっていうと、室内が狭かった、あと乗り味っていうか、ああ、ね、試乗したんですね、はい、あとナビがね、はい、大きいのは良かったんですけど、オーディオがね、ついてなかった。ああ、オーディオはついてない。DVD が見れない。ああ、それはやっぱグレードの差なんですかね。はい、あ、今は。あ、違うわ。今はもう CD がついてないんや。一部改良でちょっと作れるようになったんです。はい、最初の頃だったんで。ああ、なるほど。設定ができないという。あ、今、左に曲がった時に、このモニターがね、出るんですよね。いや、しかし、静かですね。静かです。今あの低速で、こちら走ってるんですけど、ここ、43号線ですね、を、40キロで今走っております。タイヤの、まあ、ロードノイズといいますか、そういうものは多少聞こえてくるんですが、それ以外の、ね、音はもうほぼ無音と言ってもいいぐらいの静かな上質な走りをしますね。やっぱすごいサスペンションが優秀なんだなと思います。こちら確かあのダブルビッシュボーンを、採用しているということで、結構な高級車よりの、サスペンションがついているということですね。130から140、それはもう走行距離は結構いってますね。あ、走行距離、あ、お前は9万キロ超えてる。140万ぐらいで、でそのトヨタの PHEV は、はい、いくらぐらいだったんですか。200ちょっと、あ、100万ぐらいの差があったんですね。あ、だったらだったらジェイドですね。その100万円でね、別のね、楽しみ方できますもんね。そっか、これ140万で買えるんだ。いいな。今ちょっと落ちてきてますね、相場が。あ、車用車、はい、まあ、社長さん乗せてなんか送迎みたいな。じゃあまあ探しないで使ってた。あ、じゃあ、まあ、あのメンテナンスもね、結構綺麗にしてたんでしょうね。あの車ってね、結構走行距離というよりはその日々のメンテナンスが、はい、良ければあのいいらしいということですね。走行距離短くてもね、オイル交換しないとかね、あのノーメンテナンスな車はね、結構あのやり方が激しいということでね。まあこれすごいお買い得ですよね。140万やったら欲しいわ。こちら少し、スピードが出せるところ今走っております。では S モード試してみましょう。あ、はい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 。まああのやっぱりね、ピュアスポーツカーと比べるとあの加速の方はまあそこそこなんですけども、あの高速道路のね、合流とか、ちょっとスピード出したいなと加速を要するときはこれ非常に便利だと思いますね。なんかね、この車は結構ゆったり乗る車だなという感じがしますね。この静粛性とこの乗り味、まるでね、なんか大きい船に乗ってるかのような感じがしますね。ゆったり運転したくなります。では次は、イーコンモードでゆっくり走ってみようと思います。今イーコンモードを押したんですけど、ほとんどわからないです、正直なところ。アクセルグッと踏み込むと多少差が出るのかなという感じですね。いや、これジェイド常にイーコンモードでもいいかもしれないですね。こちらの車、JC08 モードで 24.2kg/L と、いやー優秀ですよね。これぐらいの車格で、24km 走るってすごいですよね。結構ね、実燃費が 20km 近く走るという感じですね。はい、どうでしたかね、ホンダジェイド、2015年モデル、乗り味も良くて、なかなか良かったと思います。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけでホンダジェイドハイブリッドでした。じゃあね、ボーイシュー。